おはようござい、ます本日もね、素敵な皆様のりがとともに、朝取りをね、行いました。ありがとうございます。いますはい、でね、本日の、えー、ね、朝取れネオサプチーダラトークでございますけど、よくね、あの、ことわざの中にねあの、形あるものはあのすべて壊れる、こうね、まあ、商業無常と呼われるね、はい、もう形あるものはいつ,いつかこうね、う出てきますよ、のようなね、いいねはい、ことを言われていましたけど、実は、 宇宙文部省の方から改定がございまして、うん、改定がね、はい、さらにその言葉が進化していくとね、うん、はい。で、えー、いわゆるその形あるものは、ね、皆様のその愛のね、手ほどけによってさらに進化、うん、変容していきます、うん、に変わりましたのでね、はい。こうなんかこう、くじ当てるというと、ちょっと寂しい感じがしますのでね。うん まあ自然界いろんなものねこね生態系でもそうですけど形を変えながら変わっていきますよね。うん、でまあその、えー、皆様方の、ね、こう愛の思いをこう入れることによってまたそれが生まれ変わったりね、うん、あの息を吹かれたりするんですけど明る、うん、さん、うんはい、未来を明るくするね未来明るさん何か最近、えー、なんか手をかけたらあ復活したなみたいなありますか なんか調子が悪くてですね元気ないなと思ってたらなんかねちょ,ちょっとねあのー、根っこの方がねこっち来て見たらね実は腐敗し <laughs> 腐敗の方に向かってましてですね <laughs> それを土を洗い全てこうね洗い流してこう不要なところはカットしてもう一度土を買い直して埋め込んだら復活しました。 ね、そうですねまあそれねテニスウォータースメラウォーターをかけることになってよりペアツやとねめちゃくちゃペティスウォーター入れましたねはい、つけてやりましたまあそういうことでねまあよくね古いお家でもね古民家とかリフォームされるとさらに素敵なお家になってねまあそういうこともありますしまあねあのえ 小さな虫でもね、五分の魂と言いましてね、いわゆるね、あらゆる物質には、ね、意識が宿っているんですね。うん、でその中で、今一番大切なのはね、我々のこの体、うん、ね、まあ、37兆個とか 60, 兆60兆とかまあい,ろい,ろい,いう言葉、ね、いろいろね、うんうん、いろんなまあカウントの仕方で違うと思うんだけど、うんうん、そういう細胞自身も、実は自分でありながら自分でないんですね。地球から借りてるまあお体で、細胞で、で細胞の中で、ね、いろんな微生物、ね、えー あのソ,ソマチットであるとか、うんね、ミトコンドリアであるとか、まだまだ人間には分からないような、未知、ね、な,な微生物の塊が細胞なんです。というん、ことは、それぞれに意識を持ってるってことなんですね。なんか自分自身じゃないんですよ。ですから、自分の肉体に対しても、いつも感謝いつもね、肉体使わさせていただいてありがとうございますっていう感謝の気持ちで、愛を持って自分の体たちに会話をしてね、こう 使わさせていただくことによって、で彼らの各細胞もね、こう喜んで元気になって、じゃあね、一緒にね、えー、あかりちゃん、一緒にね、えー、今日も楽しくやろうね、みたいな感じでこう会話をするとね、うん、こう生き返っていくとかね、元気を深いし、また変わってくると思うんですね。ですからね、この、まあ、まあ、体の細胞でもそうで、あらゆる万物のものにはそういうふうにね、魂がね、宿っているんですね。でそこと ね、愛の思いやりでこう交流していくことで、より生き生きとして、またね、形は変わるかもしれません。いろんなね、こう水でも氷になったり、水になったり、お湯になったり、そして水蒸気になったりです。まあ、あれがね、こうえーまあ、変態っていうんですけど、形変えていきますよね。はい、これも一種の次元上昇ですで。我々のまあ命、細胞、あらゆるものも、ね、そうに変わっていくんですね。でそこに対して何が必要かしたら我々の 愛のね、愛の思いやり、すべてこう、振動、共振していますので、愛の思いやりをと、その物質と共振させると、より大きなエネルギーになってね、うん、まあ、喜びに変わるわけですね。うん、で、それによってより進化変容してね、まあ、これは万物すべてです。ですから、まあ、このものには魂はないぞ、ない、ないからもう勝手にしようみたいなことにやってると、 お互いよろしくないですね。しっかり共鳴し合って、愛の響き合いをね、まあ、細胞ともバンブスともいつも使わせてもらっているような道具すべてね、うんはい、そこに対して通わしていくと、まあ、生き生きと蘇ってきて、よりこう、ね、日々の生活も楽しくなるということでございます。すね、ということでね、今日の、えーね、お題は、えー、形あるものはあなたの愛で進化していきますわよすということでございます。はい はい、では、今日は皆さん、何に愛を注ぎますか。はい、質問です。はい、<laughs> コメント欄に書いていきましょう、はい。はい、その思ったものに意識を向けると、それがどんどんと、ね。はい、はい、活性化して元気になってまいります。はい、ありがとうございます。では、今日も軽く明るく、楽しく穏やかに過ごしていきましょう。はい、では、皆さん、締めいきたいと思いますので、ミュート外していただいてもよろしいでしょうか。<laughs> では、アイアイワークからいきますね。三、はい、はい。 はい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 はジャンはいはいはいはい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 はジャン